おはようございます。一宮キリスト教研究所のアグロゾムです。今朝もご一緒に聖書を学んでまいりましょう。聖書の箇所は、新約聖書ヨハネによる福音書1章29節から34節です。今朝の箇所は、洗礼者ヨハネが自身の展開してきた準備としての水のバプテスマと、洗礼者である三位一体の神、御子なるイエス・キリストによる成就としての聖霊のバプテスマについて明かししている箇所です。今朝の箇所で最も注目すべきは、1章32節の御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまることの意味、そしてその結果として御子が十字架の死、葬り、復活の御業を成し終えて、昇天、着座、聖霊の注ぎを通し、1章33節聖霊によってバプテスマを授けられることの意味です。これらのことに留意しつつ、マタイ、マルコ、ルカの共感福音書とヨハネ福音書に傾聴してまいりましょう。ヨハネ福音書 A。ヨハネによる水のバプテスマ。旧約時代からの準備、悔い改めと献身の表明。1章29節。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられたからです。と私が言ったのはこの方のことです。私自身もこの方を知りませんでした。しかし私が来て水でバプテスマを授けているのは、この方がイスラエルに明らかにされるためです。B。御子のある神、イエス・キリストによる聖霊のバプテスマ。御霊による新時代の到来。32節。そしてイエスはこのように、ヨハネはこのように証しした。御霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下って、その上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのです。今朝の箇所で最も注目すべきは、1章32節。御霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまることの意味であると申し上げました。これは、救済史における御霊による新時代の到来という視点から理解する必要がある言葉です。洗礼者ヨハネの説教と御子なる神イエス・キリストの説教の違いに注目しますと、洗礼者ヨハネにとって終末の時はまだ完全に未来のことでありました。差し迫っていましたが、まだ未来でありました。審判の洗礼を通して終末と王国をもたらされる
厳粛なメッシアは彼らの前に迫っていたにもかかわらずまだ来ていなかったのです。メッシアを待望する旧約のいわば夜は終わろうとしていましたが、まだ太陽は昇っていなかったのです。来たるべき御子なる神イエス・キリストの到来に備えるよう告げ知らせ、悔い改めと献身の表明としての水の洗礼を施していた洗礼者ヨハネは、律法と預言者の古い時代に属していました。ヨハネにとって完全に未来であった神の国は、1章32節、御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまる、御子なる神イエス・キリストの高生涯のスタートによって人々の上に、また人々の中に到来しました。サタンはすでに縛られ略奪されたと表現されています。つまり救済史における決定的な転換が起こりました。ではどの時点で起こったのでしょう。その答えは明らかです。ヨルダン川で御子なる神イエス・キリストが聖霊で油注がれた時です。この出来事の後、救済史において約束されていたことの成就の報告が入ります。マルコによる福音書の御子なる神イエス・キリストの最初の言葉は、マルコ1章15節の終末論的な時は満ちたという言葉です。すなわちイザヤ11章1節のエッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出てきて、出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまるという終末論的な聖霊がやってきたのです。御父なる神が御子なる神に御霊なる神を注がれたので、イザヤ61章1節、神である主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついた者を癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年が到来したとイエスは朗読されました。それはルカ4章20節です。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しましたと宣言されました。洗礼者ヨハネが準備した悔い改めと献身という準備された旧約精神の土壌の上で、御子のある神イエス・キリストの奉仕は、ヨハネ1章32節の御霊が鳩のように天から下ってこの肩の上にとどまることをもって開始されたのです。終末論的なヨハネの黙示録の特徴も示されています。それは天の裂け目は天の領域から地上への突破を示しています。御父なる神が御子なる神に御霊なる神を注がれたのです。この瞬間、聖霊に油注がれたメシアについての旧約預言者たちの終末論的な希望が実現したのです。おそらく御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た時の
鳩のイメージにも意味があるでしょう。それは創世記一章二節。死は暴漠として何もなく、闇が大水の表に上にあり、神の霊がその水の表を動いていたであり。それはまた洪水後にノアが放った鳩を思い起こさせるでしょう。鳩は罪と死と堕落で消し去られるべき被造物世界の新たな始まりの象徴であり、再創造に向けて虚無に包まれた被造物世界の上を動く聖霊なる神の帯同の開始でもあったでしょう。次に、マタイ、マルコ、ルカの共感福音書には、マルコ一章十節、イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶがあります。この言葉は王の戴冠式の聖句、詩編2編7節の、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。私が今日あなたを産んだの言葉と、神のしもべの選びの聖句、イザヤ42章1節、見よ、私が支える私のしもべ。私の心が喜ぶ。私が選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々の裁きを行う。という、この二つの聖句の組み合わせと言われます。御子なる神イエス・キリストは、マリアを通しての受肉以前からその通りのお方でありました。ただ、救済師という時間と空間の中で、覆われていたベールが剥がされるように、ご自身がいかなる方であるのかが明らかにされていったのです。御父が聖霊なる神の注ぎを通して、御子なる神イエス・キリストに明らかにされた役割、メシアとしての立場はどのようなものであったのでしょう。御子なる神イエス・キリストは新しいイスラエルの代表であり、さらには新しい人類の代表、第二のアダムともされました。その視点から見ますとき、マルコはヨルダン川の出来事を旧約の出エジプトの航海とかと同等の重要性を持つものと見ていたと思われます。このことは聖霊なる神の需要に続く誘惑の物語でわかります。新明記では神がイスラエルの民を荒野に40年間導き、謙虚にし、試し、懲らしめられたように、イエスは聖霊によって荒野に40日間導かれ試されました。マルコ1章11節には、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、子として受容された御子なる神イエス・キリストはこの時点で厳しく試されます。神はイスラエルと契約を結び、イスラエルが忠実であるかどうかを試されました。そしてイスラエルは何度もその試練に失敗しました。今、救済史の新しい段階に入り、御子なる神イエス・キリストによる新しい契約が導入され、新しいイスラエルは忠実であるかどうかが試されています。御子なる神イエス・キリストがこのように試され、従順であることが証明され、契約がご自身の中で、また
自分自身のために確証された時にのみ、イエスは他の人々のために子として、またしもべとして奉仕に出ていくことができるのです。聖霊の降臨と聖霊の導きによって、最初の人類の代表であるアダムと同様に、同じサタンと戦うために荒野に導かれ、その堕落の悲劇的結果を翻すために、まず自ら屈服することを拒否し、次に堕落した人類のために行動されました。この人類の救済史の第2部は、1章32節の御霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまる瞬間をもって開始されたのです。聖霊の降臨によってのみ救済史による新しい契約、新しい時代が始まり、それによってのみイエス自身も新しい契約と新しい時代に入られました。イエスはイスラエルと人類を代表して人間の代表として入られたのです。このように最初の聖霊の注ぎ、また聖霊による洗礼は、神が各人をイエスの足跡に従わせるものです。これはその後のすべての聖霊による洗礼の典型となりました。人類の代表としてイエスは人々になされた約束、御霊の新時代に最初に入られたお方なのです。私たちに対するこの聖霊による洗礼は、キリストが1章29節、世の罪を取り除く神の子羊として贖罪の御業を成し終えられ、死んで後復活され、昇天着座、聖霊の注ぎを受けられ、それらをすべての肉なるものの上に注がれてから従前なものとなります。そのような意味で救済史においては、洗礼者ヨハネの1章31節の水のバプテスマは準備であり影でありました。そして御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのは、聖霊による新時代の到来の開始のラッパーのようなものでありました。イエスは救済史に約束されたものの成就であり実体でありました。その実体の典型として1章33節、御霊がある人の上に下ってその上にとどまる経験であり、それがイエスを御子なる神イエス・キリストと告白するものすべてに授けられる御霊による洗礼、すなわちバプテスマなのです。それは第一コリント12章13節で明らかです。御子なる神イエス・キリストを信じる私たちは、内住の御霊という形ですでにその恵みに預かっています。まだ救度中の中におられる方は、イエスを信じその恵みに預からせていただきましょう。それではお祈りいたしましょう。